どうだった？先輩、とにかくお疲れ。さあ、うちに帰ろう。晩飯一応用意してるから。今から私、先輩のこと撃ちます。うん、頼む。だから私を撃ってください。それは断る。ひどいじゃないですか。最低じゃないですか、私たち。そうだよ、俺たちは最低だ。あんなにも素敵な人を、あんなにも優しい人を、私最悪の女だ。やっぱりとんでもないピンチだ。だとしても俺にとっては世界一大切な女の子だ。何考えてるんですか。本当に何を考えてるんですか、先輩は。小春のこと、小春の力になれること必死で考えてる。そんなの後悔します。絶対絶対に後悔します。でもするに決まってるだろ。刹那でも小春でもどっちを選んでも後悔する。だったら俺はほんの少しでも後悔の少ない方、今の俺が一番好きな女の子を選ぶしかないだろう。俺は助けられる人しか助けられない。刹那は俺が助けられる女の子じゃない。なんで、なんでとか、そんな理屈がどうとか言うのは照れ隠しで、ただ好きな女の子の力になりたかった。それだけなんだ。好きって言ってもらったことないもん。小春、あのさ、俺小春のこと大事にします。おい、ちょっと待てよ。好きです、大好きです。もう離しません。だからそれも、そうだな。
小春、これからもよろしく頼む。はい、任せて、任せてください。したカフェでもいつも立ち寄ったコンビニでもいつの間にかいつからかあなたを思い出さない。月生まれ変わったらその時死ぬまでそばにいるよと約束した別れのあの日に優しい嘘をあなたが最後にくれた大切な私の宝物。
ごめん遅くな。30分の遅刻です。一体どういうつもりなんですか。今日がどういう日か分かっててこんな大遅刻したんですか。これって私たちにとってはかなり深刻な問題かと。検診に呼ばれてたんだよ。本当なら1時間前に終わるはずだったんだけど、向こうの手違いがいろいろあって。そうやって言い訳に逃げるところも狡猾になりましたよね。狡猾と言われようが何と言われようが、俺のするべきことは一つしかない。それ以外は一切引く気がないからな。何をするつもりなんですか。早速披露してもらおうじゃないですか。お、一字一句聞き漏らすなよ。一度しか言わないからな。どうぞ。よし、じゃあ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。こんな大事な日に約束守れなくて本当にすみません。何度でも謝るからどうか許してください。もういいです。なんか別の意味で泣きたくなってきましたから。さすが小春、相変わらず度量が広い。本当愛してる。早く行きましょう。グズグズしてると剥がされちゃいますよ。うん、愛してる。だいぶ安くなりましたよね、先輩のそのセリフ。別に先に見といてもよかったんだぞ。どうせ受かってるに決まってんだし。それはそうですけど、昨夜一緒に見ようねってちゃんと約束。だからそれは悪かったよ。機嫌直してくれって。大丈夫大丈夫。ほらまだちゃんと掲示されてる。まあ人はだいぶ減ってるけど。でもまあ結果オーライだろう。これならちゃんと小春でも番号を探せる。人混みの中だと埋まっちゃうもんな。小春の受験番号何番だっけ。小春？どうしたんだ。早く見て早く帰ろう。先輩見てきてください。なんで。1365番ですから。だから見てきてください。小春。いいです、私やっぱり見れません。だったらわざわざ。だったらなおさら自分で見ないと。やっぱ喜びの大きさは違うと思うぞ。そうなんですけど、ね、
張る。絶対大丈夫だ。自分が信用ならないなら俺を信じろ。俺がついてるから、何があっても俺が一緒だから。はい。一緒に受け止めるから。1365番だったよな。1365番。あった。どこ、どこだよ。あった、あった、ありました。1365番、あそこです。ほら、一番上ですよ。余裕だって、受かるに決まってるって。そんなの、そんなの決まるまで信じられるわけないじゃないですか。小春、本当にありがとうございました。今まで私のそばにいてくれて。だから、そういうお別れみたいな言い方は。先輩と同じキャンパスを歩くことも、先輩が大学生の間に大学生になることもできなかったけど、その代わりいつも一緒だった。これからだってそうだ。ならお言葉に甘えます。本当に甘えまくっちゃいますよ。なあ小春、これでやっと卒業旅行行けるな。何言ってんですか。卒業なんて1年も前のことじゃないですか。
来た。合格。やったー。今度こそ。本当？本当に？なの？間違いないよ。北原さんからの速報、今会場からなんだって。小春ちゃん、もう本当にハラハラさせやがって。1年も待っちゃったじゃないか。私たちのせいだけどね。これからだよ、これから。何年もかけて償っていけばいいんだ。うん、小春がやったようにね。みんな、さーてと、そうと決まったらお祝いメッセージいきましょか。さあ、ほら、花束かけるんだよ、一年ぶりに。の根源なんだから。その言い方って、ついでに卒業旅行の話もしておくんだよ。スペイン、イタリア、フランス、8日間の旅。どうしても彼氏と離れるのが嫌だって言ったら、彼氏ごと連れて行くように仕向けるんだよ。北原先生まで誘っちゃうの？悔しかったらあなたも彼氏作ればいいのよ。この前の合コンだって言い寄られてたじゃない。おー、彼氏持ちは言うことが余裕かましすぎててムカつくね。まだ色褪せない。